4月15日水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市は14日市内に住む会社員の70代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。熱や息苦しさがあるということですが重症ではないということです。現時点では感染経路はわかりません。PCR 検査で14日に陽性が判明しました。 7日以降は会社を休み、主に自宅にいたということです。岡山県内での感染確認は16人目で、岡山市内で10人目となりました。岡山県は14日、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県民に流行地域への往来自粛などを呼びかける、県水幕を県庁と JR 岡山駅前に設置しました。 収束が見通せるまでの当面掲げるということです。懸水幕には密閉、密集、密接を避け、流行地域への往来自粛をと記載されています。前奏の両感が植えたと伝えられ、涼感椿の通称で親しまれている倉敷市の円通寺の白玉椿がおよそ15年ぶりに花を咲かせました。 修行した領館が住んだとされる本堂東側の角樹安の後にあり、高さ6メートル、幹回り1.2メートルで、推定樹齢は250年前後です。地元住民らが樹精回復に取り組んだ結果、300個ほどが咲き誇り、上品な雰囲気を漂わせています。続いて、天気予報です。 4月15日、岡山県南部は晴れ、夜、曇りでしょう。最低気温は5度、最高気温は21度でしょう。岡山県北部は晴れでしょう。最低気温は2度、最高気温は22度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。